続いてね、大きな問題がたくさんです。7つ目ですよ皆さん。久留米のですね、農家は困ってます。でもね、皆さん我慢するんですよ。あんまり泣き言はおっしゃらない。でもね、私たちはそれを理解してあげなければいけない、このように思ってます。具体的に皆さんもよくご存知でしょうね、小麦のからね、34号線まで全部右下に田んぼです。家建てられません。宮の陣のね、橋を渡ればゴミ焼却場まで約2000メーター、全部田んぼですよ。家ダメです、調整区域です。215線もそうですよ、筑水高校の先の日野瀬の病院から先ずっと田之瀬までほとんど家は建てられるところはありません。なぜならば調整区域です。山本も荒木も大善寺も安崎も全部そうです。なんでそのままにするんだっていうんですよ。農家は困ってるじゃありませんか。今現状その調整区域が平均いくらだと思いますか。 3.3 平方メートル、いわゆる一坪3000円ですよ皆さん。3000円。私はですね、そういう幹線道路の調整区域を市街化区域にしようと、線引きを変えると申し上げているんです。この政策をですね、実行するだけで坪の3000円が6万円、20倍になるんですよ。農家もね、後継者問題困ってるんですよ。田畑を40兆分耕して米の収入は400万しかありません。そういう中から耕運機、稲刈り機、草刈り機、そんな何百万もするようなものをね、買わなきゃいけない、月俸払わなきゃいけない、自分の月給もあるんですよ。ほとんどお金なくなっちゃいますよ。かといって法律で定められた農事法人を作るにもですね、規模が足りないとか、いろんな制限があるわけです。困ってます。後継者も長男坊でさえ東京に出て行って帰ってこないんですよ。どうしようもないじゃないですか。私はそういう農家のですね、助けて生活を理解してあげて、そのためにもですね、市街化区域、調整区域をやっていくと、100メーターは全部やると。そうすることによって兼業農家、アパート経営、マンション経営、貸し店舗経営、そういうこともできるでしょう。貸し駐車場経営もできます。そしてですね、農家の方が豊かになってもらった暁にですね、久留米市の方はその中からですね、固定3000円をいただくんですよ。お互い良くなります。農家の暮らしが良くなれば久留米市の皆さんが助かるんです。これをですね、相乗効果というんじゃないでしょうか。こういうことですね。なぜ早くやらなかったのか。私は必ず命番にこの調整区域を市街化区域にする、100メーター必ず実行してみたいと思ってます。こういう案にですね、賛成の方、この黒部屋を応援してください。